どうしたいクス、早く構えろよ。マーク、一体どうして、なんでこんな風に戦う必要があるんだよ。俺とお前は敵同士、ずっとそうだったろ。だったらどうして、この間は一緒に戦ってくれたの。ただ気まぐれに道が重なっただけだ。深い理由なんかないさ。構えねえな、それでもいいぜ。そのまま死にな。そういうわけにはいかない。俺はこの世界を救ってみせるって誓ったんだ。あんたを倒せ、この先へ進んでみせる。随分生意気になったもんだな、イクス。俺はあんたを倒してみせる。私たちは負けない。だがまだ焦れ。聞こえてる？ああ、聞こえてるよ。ごめん、ちょっと考え事してた。なんだ、急にぼーっとするからびっくりしちゃった。積み荷、それで最後だよ。これで全部。手伝ってくれてありがとな、ミリーナ。
一人で遠くの海への漁に出るのは初めてだから、どうも勝手が分からなくて。ううん、全然。帰ってくるのは4日後だっけ。あ、その予定だ。でもどんなトラブルがあるかは分かんないもんな。準備しておくに越したことはないよ。まずはやっぱり天候か。大雨や嵐はずっと警戒しておくとして、逆に秘伝にも注意しないと。水を多く積みたいけど、化石祭は船の転覆につながる。そこをクラーケンにでも襲われたら全滅だ。クラーケン対策は何か用意していたっけ。そうだ、暗記はしてるけど一応図鑑を持っていこう。生態を知れば対策が立てられるからな。いくつったら相変わらず心配性なんだから。でも大丈夫よ、いくつはそれだけ考えて準備してるんだもの。自信持っていいんだよね、頑張って。ミリーナ、もう子供じゃないんだぜ。手とか繋がなくていいよ。ごめんごめん、いくつが不安がっているとつい応援したくなっちゃうの。それに4日も会えないと寂しいし。4日なんてすぐだろ。そうだけど、寮心配だな。私もついていけたらいいのに。何の訓練もせずに乗るなんて、それこそ何が起こるかわからないからダメだよ。それにミリーナには鏡師の修行もあるだろ。あ、そうだ、ちょうどこの間習った術があるの。術？
私の砂嵐が希望を打ち砕いてしまった。でも今の私にはあなたが残してくれた力がある。希望はまた生み出せる。そんな顔しないで。分かっている。あなたが真実を知ったらきっと軽蔑される。それでも、そう、たとえ軽蔑されて蔑まれても、私はあなたの瞳に光を灯しておきたい。その瞳に映る私が、どれほど汚れて卑しい姿になったとしても、私にとっては、あなたがここにいるということが大事なの。
俺には俺の道があるんだ。俺はナーザだ。マスターと違う権利を極め、俺にしかできない役割を得たいんだ。俺に任せとけ。そいつも命はあるみたいだな。おい、おい、大丈夫か？ミリナ、お前が抱えてた女のことだな。そっちも無事だよ。ミリーナ、さっきお前と同じように目を開けてイクスってそのまま寝ちまったよ。よかった。自分たちに何があったのかはわかるか？わからない。お前らオーデンセから流れてきたんじゃねえかって思うんだが。オーデンセは俺たちの住んでる島です。で、ここはオーデンセじゃないんですか？マークさん、どうします？隠しても仕方ねえだろ。話してやれ。遠くだったけど、俺たち救世軍の船の上から見えたよ。オーデンセに火の玉が降るのかな。なんだそれ。オーデンセはどうなったんです？消えちまったよ。跡形もなく。そんなバカな。信じられねえか？だったら見に行ってみな。ここはオートがあるセールンド島だ。少し船を沖に出せばオーデンセが見える。いや、見えたはずだな。もう吹き飛んじまったんだから。島の他の人たちは流されてきてないんですか？さてな、かわいそうだな。この辺には死体しか流されてきてないぞ。お前たちはたまたま海の上を漂ってたのを俺らの船が見つけただけだからな。それよりマークさんに礼の一つでも言えよ、坊主。マークさんがお前らを見つけて荒れた海に飛び込んで引き上げてくれたのぜ。あ、すみません、俺自分のことばっかりで。あの、ありがとうございました。ミリーナのことも助けてくれて。別に礼を言われたくて助けたんじゃねえよ。気にすんな。ルック、お前も余計なこと言うんじゃねえよ、恩着せがましい。すみません。生き残りがいないか気になるなら、連れが目を覚ましてから王都へ行ってみればいいんじゃないか。そうですね。すみません、ありがとうございます。だったら話は決まりだ。お前はもう少し寝ておけ。何しろさっき目覚めたばかりなんだからな。あ、はい。あの、マークさん。マークさんね。むずがゆい。呼び捨てで構わねえよ。敬語もやめてくれ。あ、はい。マークたちは救世軍って言ってたけど。なあ、俺たちは救世軍。
魔女からセールン王国を守るための自警団みたいなもんだ。魔女？いずれそのうちに分かるさ。じゃあなボス、俺は野暮用があるから失礼するぜ。ルク、あとは頼むぞ。わかりました、マークさん。ほら、坊主も早いとこ横になるって。オーデンセのことが気になるのはわかるが、まずは自分の体を大事にするんだ。はい、わかりました。明日になったら王都へ行ってみよう。よかったな、ジョーちゃんの方も元気になって。はい、おかげさまで。いろいろとよくしてくださってありがとうございました。オーデンセのことはショックだろうけど、気を落とすなよ。はい。オートまでの道はわかるな。はい、さっきしっかり地図を頭に叩き込んでおきました。念のため12回見直したんで大丈夫だと思います。そこの山道を抜ければ見えてくるんですよね。ああ、そうだ。だが気をつけろよ、この付近には魔物が出るからな。わざわざ忠告されるってことはすごく危険な道だってことですか。それじゃあいろいろと対策していかないと。どんな攻撃特性を持ってるかわからないからな。まずは解毒薬の準備をして、それと麻痺対策に睡眠対策、石化と。おいおい、心配しすぎだって。魔物は出るが小物ばかりだよ。坊主がそんな心配しようとは思わなかった。普通の魔物なら大丈夫です。いくつってこう見えても漁師の仕事で鍛えてるから意外とたくましいんですよ。お前漁師だったのか。魔鏡をつけてるから鏡師かと思ったんだよな。オーデンセは鏡師の島なんだろ。両親は鏡師だったんですけど、祖父が鏡師嫌いで。これは両親の鏡だから持ってるだけなんです。それに俺には鏡師の才能はないんで。なんか悪いこと聞いちまったね。あ、そうだ、こいつを持ってきた。ちょっとした旅道具を入れてやれ。これもマークさんが渡してやれってさ。本当に何から何までありがとうございます。生き残り見つかるといいな。デミトリアス陛下ならお力になってくれるはずだ。困ったら城に寄ってみろよ。オーデンセの生き残りならきっと歓迎してくれる。いいか、謁見するのはデミトリアス様だぞ。今は陛下が一番信じられるお方なんだからな。わかりました。それじゃあ失礼します。ありがとうございました、ルクさん。
準備も整えたし、これで大丈夫だ。やってやる。やっと着いたぞ。ここが王都セイルンドか。大きな町だな。オーデンセとは大違いだ。父さんと母さんはこんな町で魔境の研究をしてたのか。俺もあんなことがなければここで魔境の勉強をしてたのかな。そこの広場の先に見える高い建物がお城だよね。すごく大きい。オレンジが全部入っちゃうんじゃないかしら。あんたたち、オーデンセって言ったか。まさか、オーデンセから来たのかい。え？は、あ、はい。ちょうどいい。オーデンセに炎の雨が落ちたって噂があるけど、本当なのか。だから港が封鎖されてるのか。だったらデミトリアス陛下から何かお触れがあっても良さそうなものなのに。オーデンセから脱出した人が王都に来ていませんか。さあ、炎の雨が海の方に落ちてから1週間になるけど、特にそんな人の話は聞かないな。そもそも急に港が封鎖されて何が何だか分からないでいたら、オーデンセの島影が見えなくなったって噂が流れてきたんだ。ゲフィオン様が非常事態宣言を出されたから俺たちはろくに移動もできないんだよ。
ゲフィオン様？知らないのかい？最初のゲフィオン様だよ。ご病気のデミトリアス陛下に代わって政治を取り仕切っておられるんだ。でもここだけの話、ゲフィオン様は魔女だって。何の騒ぎだ。不要不急の外出は控えるように言われているだろう。早く家に帰れ。すみません、ちょっと食料の買い出しに。失礼しました。お前たちも、ちょっと待て。お前たちは魔法を持っているな。まさかイクスネーベとミリナバイスか。オーデンセ島の生き残りの。え、どうして俺たちの名前を知ってるんですか。ゲフィオン様がお前たちを探しておられたんだ。二人とも今すぐ城に来なさい。あ、はい。待って、イクス。救世軍のルックさんが言ってたわよね。デミトリアス様に会えって。そうだ。それに。ああ、俺たちは救世軍。魔女からセールン王国を守るための自警団みたいなもんだ。でもここだけの話、ゲフィオン様は魔女だって。お前たち救世軍と言ったな。あの反乱分子と関係があるとは。まさかお前たちも救世軍の一員なのか。いえ、俺たちは救世軍じゃありません。救世軍の人に助けられてセールンドにたどり着いたんです。まあ、こんな田舎者が救世軍の審判とも思えないか。しかし救世軍に関わりがあるとなると、ますます野放しにはできない。城まで連行する。参ったな。無理やり連行されるとは思わなかった。ここはどこなんだろう。お城の中なのよね。中央に大きな機械があるけれど、あら、この機械魔境機器じゃないかしら。魔境を取り付けるソケットがあるわ。こんな大きな魔境機器、初めてだ。何をする魔境機器なんだろう。魔境機器なんだから、何かを具現化するんだよな、やっぱり。そうね。魔境術はキラル分子を使って、いろいろなものを具現化して生み出す術だから、この大きな機械もきっと。そう、その通り。それは魔境術を増幅し、具現化を安定させるための装置、カレードスコープだ。私はゲフィオン。デミトリアス様から宰相として、またデミトリアス様の代理人として、このセールンド王国の舵取りを任されているものだ。あなたがゲフィオン様。部下が手荒な真似をしたようだな。すまない。いえ、あの、イクス、メリーナ、聞きたいことは山のようにあるだろう。だがまずは私の話を聞いてほしい。はじめに、オーデンセ島のことだ。残念だが、オーデンセ島は消滅した。炎の雨で跡形もなくな。セールンドにも被害が及ぶところであったが、
魔術障壁によって何とか事なきを得た。津波が落ち着いてから調査船も出したが、近寄ることもかなわない状態だ。おそらく生き残りはいないだろう。お前たちを除いてな。そんな、全滅、本当に？おばさまも、いくつのおじいさまも、村のみんなも、本当に一人も生きていないんですか？捜索を打ち切ったわけではない。だが今のところ一人も見つかっていない。残念だが諦めてほしい。そんな、バカな。少し落ち着いたか？はい、まだ信じられない気分ですけど。だろうな。だがお前たちの気持ちをおもんぱかってはいられないのだ。話を続けさせてもらう。鏡師たちよ、どうかこの世界を救ってくれまいか。お前たちこそ世界に残された希望なのだ。それはどういうことですか？急にそんなことを言われても。この世界、ティルナノーグは今滅びの危機である。世界が限界を迎えているのだ。世界の寿命と捉えてもらってもいい。世界の寿命、滅び、どうしてそんなことが。宮廷学者たちの計測から導き出した予測だ。その計算式は今説明しても仕方ないだろう。しかし世界が滅びを迎えているのは紛れもない事実だ。この滅びを食い止めるために王立研究所は世界を守る盾、アイギスを作り出した。全てはこの世界を構成するアニマの流出を防ぐため。アニマが失われれば世界を構成する物質は砂のような粒子となって消失する。しかしアイギスは崩壊した。世界を守る防御壁であるはずのアイギスは死散し、破片が空から降り注ぐことになってしまった。それがオーデンセを滅ぼした炎の雨の正体だ。そして防御壁であるアイギスが失われたことで滅びの進行は一気に早まり、世界は破壊し尽くされた。今やこの世界に残されたのはセールンド諸島と周辺海域の島々のみだ。他の大陸は全て消滅してしまったのだ。信じられるのも無理はない。だがこれは純然たる事実だ。このままアイギスが失われたままではセールンド諸島も消滅してしまうだろう。だがアイギスを修復するためには鏡師の力と膨大なキラル分子が必要だ。しかしアイギスの消失によって宮廷鏡師のほとんどが命を落とした。鏡師の故郷オーデンセもまた失われてしまった。キラル分子を確保する方法はあるが鏡師がいない。鏡師がいなければアイギスを修復できない。そして
お前たちは鏡師だ。お前たちならばアリヒスを修復できる。鏡師じゃありません。だが鏡師の血を引いているだろう。鏡師の魔境術は血統に依存するもの。無理です。俺は昔魔境術を暴走させたことがあるんです。それでミリーナを傷つけてしまいました。俺には才能がないんです。よしきれぬほどの強い才能とも言える。すみません。ミリーナ、鏡師の修行をしているのならば鏡師の掟を学んでいるな。鏡師の力は我欲のために振るうのではなく、世のためにその力を振るえと。世のため、まさに今がその時なのだ。世のためだけど、俺はゲリオン様、私がイクスの分も働きます。だからイクスを鏡師の道に追い込まないでください。そなた一人が背負うにはあまりに荷が勝ちすぎる役目だぞ。命を失うやもしれない。それでもよいのだな。危険なことなんですか、アイリスの修復っていうのは。正確にはアイリスの修復を行うのは我々宮廷の人間だ。ミリーナにはキラル分子の充填を頼みたい。キラル分子がエネルギー粒子であることは知っているな。はい、魔境術の力の源でもあります。そう、この世界は今キラル分子が大幅に不足している。それもまたアイリスが破壊されたためだ。キラル分子はアニマから作られる。だがアイリスが失われたためアニマが流出し、キラル分子は作れなくなっているのだ。これを補うために異世界からの具現化を行う。異世界からの具現化？異世界って何ですか？文字通り、こことは違う世界のことだ。この部屋の中央にあるカレードスコープは、異世界をこの世界の一部として具現化する力を持っている。このカレードスコープを使って、異世界を具現化し、そこからエネルギーを得ることで、アイリスの修復が行えるというわけだ。だが、一部とはいえ、文字通り世界を具現化するのだ。それを行う鏡師に、どのような負担が返ってくるかわからん。一人よりは、二人の方が負担も減り、安定するだろうな。それは、俺みたいな素人でもですか？イクス？シルフトであろうと、鏡師の血を引く者ならば変わらぬ。だったら俺もやってみます。自信はないけど
でも世界がオーデンスみたいに消えるなんて、そんなのダメだ。ありがとう若き鏡師たちよ。私も援助を惜しまう。だがことをなせるのはそなたたちだけなのだ。どうか世界を救ってほしい。力が自分の中にあるならやらなくちゃって思ったんだ。ミリーナ一人で危険な任務をしなきゃいけないなんてのも嫌だからさ。だから俺やってみるよ。イクス、ありがとう。私イクスがそう決めたのなら絶対にやれるって思う。そうだといいな。自信は全然ないんだけど。鏡師のことだったら何でも聞いてね。ほら、私ちょっとだけ先輩だし。ありがとうな。よろしく頼むよ、ミリーナ。それじゃ、出発前に準備が万全か確認しよう。これから行く場所は未知の場所だから、どんなことが起こるかわからない。怖いのはまずはやっぱり人を襲う魔物だよな。武器の手入れは大丈夫か、ミリーナ。もちろん、イクスの剣も昨日磨いておいたよ。ありがとう。いや、待てよ。魔物よりもその土地の性質の方が重大な危険をはらんでいるかもしれない。水はあるのか、そもそも空気だってあるのかどうか、確証がない以上何か準備をしていくか。さすがに空気はあるんじゃないですか。ミリーナ様、イクス様ってちょっと考えすぎじゃないですか。でもイクスがいろいろ考えるのはみんなを危険な目に遭わせたくないからなのよ。イクスはすごく優しくて一生懸命なの。だからこれでいいのよ。いつだって慎重に行動して損はないさ。
よろしくな、お前たち。出発前にその貧弱な装備を何とかした方がいいな。ついてきな。ここではキラル分子で武器や魔鏡を作ることができる。今回は特別に俺の代をやるから使ってみな。地震か。共振だ。どうやら始まったようですね。異世界の魂、アニマをサーチしてこの世界に新大陸として具現化させる。本当にやりやがったのか、あの魔女は。すごいな。この船、空を飛ぶなんて。本当よね。世界に一機しかない飛空艇ケリケイオン。機体も白くて綺麗だよね。気に入ってくれて嬉しいよ。これからこいつを足としてどんどん使ってやってくれ。落ちたりしないんでしょうか。今のところ無事故だぜ。安心しな。それと俺は単なる機械や魔境技師だ。そんな堅苦しい口の聞き方はよしてくれ。ガロゼイ。あ、はい。お、二人とも見えてきたぞ。あれが、俺とミリーナがカレイドスコープを使って具現化した異世界の一部。時は実感がなかったけど。
それではイクス、ミリーナ、早速最初の異世界の具現化を行ってもらおう。手順は説明した通りだ。はい。地震？いや、狂心だ。本来この世界のものではない魂、アニマをこの世界に移し取って具現化したためも世界が驚いているのだ。それじゃあ、もうこれで異世界の具現化は終了したんですか？そうだ。カレイドスコープの照準を異世界に向け、その異世界で強きアニマを持つ共栄点をサーチする。共栄点はいわば具現化の起点だ。共栄点を通じて異世界のアニマを複製し呼び寄せる。実際に具現化されるのは異世界の一部でしかないが、それでも確かにこの世界の大陸として実体化したはずだ。大陸？本当にそんなものが作り出されたんですか？それは自分の目で確かめるがいい。分かってたつもりだったけど、やっぱり信じられない。近くに他の島や大陸はなかったのかな？巻き込んで潰したりとかしてないよな？この辺りは世界地図でいうとどの辺りなんです？じゃなくてどの辺りなんだ、ガロス？アイリス計画がスタートしてから海図の地図もアイリス計画用に作り直されたんだ。何しろセールンド諸島以外は消えちまったからな。ここはポイント1001だ。セールンド諸島からは離れてるからな。この辺りにはもう大陸も島も何もなかったよ。そうですか。よし、あの具現化大陸に着陸するぞ。大陸と一緒に具現化された共栄点って人間を探すんだろ。頑張れよ、2人とも。到着。これが異世界を具現化した大陸。すごい、全然普通だ。本当、土の匂いも緑も元から世界にあるものと何も変わらないね。空気もちゃんとある。そりゃありますよ。魔女か。え、どうしたの急に。いや、なんかちょっと怖くなってきた。でもこうしないとこの世界を救えないんだよな。迷ってる場合じゃないんだ。迷ってたらオーデンセみたいに。よし、まずは共栄点って人を探すんだったな。ミリーナ様の魔境に共栄点様のお顔を映しますね。ほいっと。これはこれでなかなかです。そうかしら、イクスの方が可愛くてかっこいいわ。はいはい、二人ともふざけてないで、この黒髪の男の人を探すぞ。ところで隣の犬は何だろう。この犬も共栄点なのかな。多分。そうか、犬が共栄点ってこともあるのか。ダメだな、共栄点ってのは人間がなるんだと思い込んでた。常識を疑ってかからないとな。よし、二人とも行くぞ。
準備も整えたし、これで大丈夫だ。適切に対処する。消火せよ。すごいな、この森、ちゃんと本当の森だ。これが具現化か。なあ、ミリーナ、鏡師の具現化って、そもそも何なんだ？あ、もちろん、何もないところから物を作り出すってことは知ってるけど、どうしてそんなことができるんだろうな。カーレだって、ミリーナが具現化しただろ？魔境を媒介にして、そこに対象物のアニマを移し、複製して実体化する作業のことを言うの。そこからさらに力を発展させて、何もないところから作りたいものを想像して生み出したりもできるのよ。このあたりはちょっと高度な技術になるけれど、
界の異世界の具現化もカレイドスコープを使っているけれど基本は同じ。つまりこの大陸も共栄点も俺たちの世界に連れてきたんじゃなくて、そのアニマを複写して同じものを作り出したってことだな。そうよ、魂の本体はあくまで元の世界にあるの。こっちに作られるのはカリソメの存在よ。でも記憶も経験もそっくりそのまま。こちらに具現化した異世界の大陸と共栄点は異世界のアニマを放出しているの。それがアニマが極端に少なくなってしまっているこの世界を満たしてくれる。異世界からのアニマはキラル分子に変換されてアイギスの修復に使われるんだったな。まだ今一つよく分かってないけど、これから頑張って勉強していくよ。うん、一緒に頑張ろうね。ちなみに彼は私の心の一部を具現化した存在なのよ。ミリーナの心の一部の終わりに結構いい性格をしているような。どういう意味ですか、イグン様。かわいいでしょ。ねえねえ、ミリーナ様、共栄点らしい人全然いませんけど。そうね、確か共栄点の人はアニマを放出しているから特別なものに狙われやすいんだったよね。コーマだっけ。どんなものかわからないけど、危険なものだそうだから早く見つけないといけないんだけどな。二人に分かれたらどうですか。それはダメだ。見知らぬ土地で一人になるなんて危険すぎる。でもこのままじゃ見つかる前に共栄点がコーマに食べられちゃうかもですよ。確かにその方が効率はいいけど、いろいろな可能性が考えられるから慎重に判断しないといけない。それでなくてもこんな具現化なんて大それたこと、本当に引き受けてよかったのか迷ってるし。それにダメだダメだ、今はそんなことを考えてる時じゃない。ちゃんと状況を整理しろ。速度を取るか安全を取るか。確かに二手に分かれた方が。でもイクス、もし私のことを心配してるなら気にしないで。イクスが決めたことならきっと大丈夫ね。やってみよう。うん、分かった。でもお互い無理はしないこと。俺はここから東の方を回ってみるから、ミリーナとカーレは西の方を頼むよ。何かあったら魔境の通信で知らせるってことで。うん、分かった。気をつけてね、イクス。ミリーナな。魔物か。異世界を具現化するのに魔物まで具現化されるって本当にとんでもない力だな。待てよ、まさかカレイドスコープは共栄点以外の人間も具現化してるとか。おい、別の方角からも魔物の声が。もしかして俺囲まれてるのか。
どうやら群れに囲まれちまったみたいだな。油断するなよ。統率の取れた群れは厄介だからな。準備も整えたし、これで大丈夫だ。大体片付いたみたいだな。生きてるか？はい、なんとか。あなたは？俺に用があるって顔だ。だがここはとっとと逃げた方がいいぜ。きっと大物が控えてる。
ました。魔境が反応してる。もしかしてこれがコーマ。今度は骨がありそうだなと。今のうちに。おいおい、ヤンキかよ。俺、あなたを探してたんです。それに、このままも、コーマも。だから、俺も戦わなきゃ。なるほどね。それであんな顔になったのか。けど別に知り合いってわけじゃないな。お前は一体…悪いがヒロ、じらしてやきもち焼かれる前にこのデカブツの相手しないとな。確かこっちからのままの声が聞こえたはず。なんだなんだ、次から次へと。ミリーナ、カレア、どうしてこっちに。いくつも言った方からのままの声が聞こえたから心配になって、無事でよかった。あ、その人、共演でね。でもって、あれがコーマ。震えちゃう。プル。話は後だ。今はあいつを。そういうことはお嬢さん、下がってな。大丈夫です。ご心配なく。ある程度の心得はあります。なるほど。うちのお姫様といい、飛び入り娘は勇ましいのがお約束ってか。よし、行くぞ。さっさと始めようぜ。邪魔をするな。
よし、一丁あり。やった、コーマを倒せたぞ。ビクス、すごい。これで共栄店の人たちは守れたって。すごい、息一つ乱れてない。さすがは共栄店様ですね。ミリーナ様が言ってました。共栄店になる人はその世界の命運を握るような英雄だったり、世界にとって重要な方なんだって。悪いが何のことだかさっぱりだ。説明してもらえるか、いろいろと。はい、すみません。俺たち、ゲフィオン様の命で共栄店を探していたんです。あ、共栄店の人です。だから分かんねえっての。すみません、どこから説明すればいいのか。二人とも落ち着いてくださいよ。彼まで焦ってきちゃいます。まあ、そんな恐縮すんなって。妙なことを続けて、ちと気が立ってた。きつい言い方して悪かったな。俺はユーリ・ローベル。こっちは相棒のラピードだ。あ、俺はイクス。イクス・ネーブです。ミリーナです。ミリーナ・ワイス。カーリアです。よろしくな。それじゃあ早速教えてくれるか。お前らの知ってることをな。はい。ですが、ここで長話してると、さっきの魔物が来てしまいます。歩きながらお話しさせてください。あ？さっき親玉を倒したろ？しばらく大丈夫だと思うぜ。いえ、来てしまうんです。あの魔物、コーマは、あなたを追いかけてくるんです。そのことについても説明します。長い話になりそうだな。わかったよ。順を追って説明してくれ。なるべく簡潔にな。はい。